赤尾軍の兵士たちの模型緑林軍と赤尾軍の移動経路と活動地域赤尾軍は新長末に発生した農民反乱軍の名称を。眉を赤く染め政府軍と区別したことから赤尾軍と称される。天王取元年、牢屋軍会局権で首蔵で財を築いた家の両母なる老女の息子、両育が骨身を問われて、県裁に処刑された。両母はこの県裁を恨み、 息子のあだを討つことを図る。元よりあった資産を用い、若年者らに酒をつけで与え、衣服を貸し与えた。数年してその資産が尽きた時、若年者らはつけを払おうとし、両母は、検才への復讐を告げる。若年者らはあだちに加担し、ついには数千もの人員を集め、健才に対して、反乱を起こす。両母は、健才を殺害した後に死去するが、一旦集まった者たちは、 法が過酷であり、不税が重いことを理由に解散せず、天皇取り5年に、海局県の西、巨点で放棄し、牢屋出身の半高市を指導者とする反乱軍に合流した。大山の山岳部を拠点に政府軍に対抗し、数年後には数万人の軍勢を要するに至る。構成員のほとんどが農民出身であり、多くは文盲であることから口頭での伝令が、 組織内の連絡手段となっていた。組織の最高参浪、次を十字、卒死などの名称を使用したが、大部分は、元代の豪官の名称を沿用していた。赤尾軍の勢力拡大に対抗すべく、至高三年、王王は、王をただし、連端に、約10万の兵を与え、赤尾軍討伐を行うが、失敗、この時点で、赤尾軍の勢力は10万を超え、青州、徐州、遠州、 余習の各地に影響力を及ぼしていた。孔子元年春、劉元が即位、同年秋には、長安に入った。赤尾軍は一度は、孔子帝へ基準したが、劣行に除された上層部の放置が定まらず、その兵は離反し始めたため、孔子帝と対立。兼務元年、赤尾軍は、半高氏と、除染が冠中に進行し、乾燥室の劉本氏を皇帝に擁立、文字の読めた。 女性を上昇に、反高氏は魚子大部となった。また、皇子定の軍内部で権力闘争があり、大忠氏が赤尾軍に投降すると、赤尾軍は長安に入場。投降した皇子定を殺害した。しかし、長安入場を果たした時点で、赤尾軍はその規模の維持が限界に達しており、各地に食料を求めて移動する状況にあった。この移動の最中、 呂未記への抗軍時に大雪に見舞われ、甚大な被害を受けたために進路を東に変える。その後、長安に戻ると苦戦する、赤尾軍は、艦中の放棄を決めた。剣務三年に底で三つ竹三角の将軍兵庫との、軍に敗れ、義王で待ち構えていた光武帝本軍に、半高氏は投降する。その後、半高氏は再度挙兵を図るも旅券して殺害され、赤尾軍は消滅した。 ただ、女性、陽音の二人は、帰郷して平穏に寄席を送っている。半高氏康、女性社録、陽音、東健リ紀子こと、龍本氏諸葛千張、両深子龍康氏、ありがとうございます。